プチャスタジオの見学から、このビューアー、まあ、こういうのビューアーって言うんですけど、僕は、いつもこの彼らキャラデザイナーとかが自分たちにモデリングして、で最終的に、クオリティを自分たちに確認するときに、ここでこういう感じでいろんな角度から回して、あとライティングの具合とか見て問題ないかっていうふうにチェックするために使ってるものになります。こう まつげ眉毛とかも一本一本実はこう植えて植え込んであったりとかします。実際のゲームだとここまでアップにならないってなかなか気づかれないかもしれないですけど、この辺も、はい、そうですね、こういう皮膚の微妙なこの角質っていうんですかね、そういうのも再現されてます。細かい凹凸がこのような感じで、赤いシャツとかもよると、赤いシャツなんだけど実はこう細かいのがいっぱい凹凸ついてて、で材質綿なのかレイヨンなのかによってもこの辺彼らが付け替えたりとかして、こだわれる範囲でこだわって、団体とかもよるとこう縫い目とかが付けたりとか、女性キャラとかはまつげとかは専用で持ってたり作ったりとかしてます、ね。特徴的な部分なんで専用で、ね、最後のペラとかピアスね、ピアスの裏側も誰も知らないところで耳の穴もうっすら写真から 3D モデルを作るフォトグラメトリーをファンの方が体験しました。30台のカメラで撮影して数分程度でデータが完成します。まあ、短時間で生成しているので、ちょっと写真とか荒いんですけど、本番ではもっと時間かけて生成してものすごい細かいところまで再現してます。皆さんこちらを見ておおっていただくんですけど、これでまあかなり荒い状態になるんですね。でとてもじゃないけどこのままじゃ使えないので、ここからまたデザイナーがですね手を入れて、ゲームに出せるクオリティに作業をこなそうやるので、あ、このソフトがあれば誰でもできるじゃんと思われるとそれはちょっと違いますよね。続いてサウンドスタジオの見学。ここは撮影 NG でしたので僕の感想を共有させていただきます。龍が如く8のムービーシーンの制作過程を見学できるということで、ドアを開けるといきなり横山さん、龍が如くスタジオ代表の横山正義さんが普通に仕事をしていました。僕の想像では、はい、ここのスタジオではこういうものを制作しています、この機材は何々でといったなんか解説だったり説明があるかなと思ってたんですけれども、ここはガチの制作現場でした。ファンとメディアの前でですね、黙々と作業を進めていました。お仕事ぶりとしてはですね、 SE では、キャラクターが歩く際の衣装が擦れる音、キムズレの、話だったり、BGM では他のシーンとの兼ね合いでどういった曲調の楽曲にするかなどですね、話し込んでいました。スタジオの緊張感を直に体感できた、めちゃくちゃ貴重な体験でした。